皆さん、こんにちは。1月17日、金曜日、動画撮っていきたいと思います。まあ、一応ね、昨日 N ゲージの動画ね、2本撮ったんですけどもね。まあ、今のところ、運がいいのか200系新幹線のね、メンテナンス動画も、まあ、運よく消されておらず。まあ、ついでにね、右手の方、左手の方もね、今のところは支障なくね、まあ、生活できてますんで。まあ、ただちょっとやっぱり違和感はね、ちょっと感じますけど。まあ問題ないんでね、動画の方もね、撮っていきたいと思います。昨日、鉄コレだよね。そうですね、トミーテックの方からね、来週の火曜日、1月21日ですね。明後日ぐらいか。ね、発売される、鉄道コレクション第20弾がね、まあアナウンスされましたんで、まあそちらの方もね、軽く案内していこうかなと思います。まあちなみに今回ね、全部で10種プラス、まあシークレットということでね、まあ前回編同様って感じですかね。ちなみにこれ、キオスクってタブペイじゃねえのか。まあ一応、東日本の、ネットの方でもアナウンスされてますんで、ね、まあ前回品、何出たかもちょっとまあ見つつ、やっていこうかなと思いますね。で、まあ一応今回ラインナップとしてはこんな感じですね。123系が、まあ中央本線の、これ、タツノでいいのかな、そのタツノ支線の雲波123の1。そして107系100番台、高崎色の区波106の115。103系3000番台、川越線雲波102の3005。京王線201系、区波201の104。そして初の製品化、205系の中央総武観光線の区波204の105。で、同じく初製品化、横浜線の区波204の61。で、常磐線、まあ、昔これあれかな、5両基本増結で出たのかな。区波207の901。で、初製品化、701系秋田色が区波700の105。そしてこちらは、まあ、過去に出てるんですね。717系、東北本線の雲波717の3。そして最後は、キハ E200 型、小海線でいいのかな、キハ E200 の1。で、シークレット一種が初の製品化ということでね。まあ一応前回と、まあ似たようなコンセプトで、まあ前回もね、出たのが、まあ205系の、前回でしたかな、山手線と京浜東北線かな。で、中央線のね、201系も、まあ出てるはずなんで、まあ前回とそんな変わり映えせずっていう感じなのかな。まあ今回はね、まあ前回頻度用、先頭車両1両のコンセプトなんで、まあ、シークレット目当てに、どこまで売れるかになると思うんですけどね。まあ、ちなみに発売エリアとしてはね、JR 東日本エリアの、ニューデイズ、そしてニューデイズ京津店舗、で一部店舗除く。で、あとは、なんだろうね、これ。ジェネラルストア、レイルヤード、大宮駅っていう感じで、あと JRE のメールっていうところで発売されるみたいですね。まあ、ワンボックス10個入りで。で、発売することでね。まあ一応全種類3種類か。まあ一応前回品がいつ出たかなんだよな。俺ちょっと覚えてないんで申し訳ないんですけど。多分ちょっと調べれば出るからちょっと調べてみるか。一応そうですね。出ましたね。前回発売されたのが、去年の2月だから、約1年ぶりなんだ。ちなみに前回はね、税込みで1200円だったのが、今回がまあ税込みで1222円だっけ。まあちょっと端数が中途半端なんですけど。まあ一応ちょっと前回品見てみましょうかね。まず前回品がこんな感じですね。前回品は、まあ、雲やベースに、まあ一応701系シリーズと、武蔵野線とかも出てたのか。で、こんな感じで。一応前回のラインはこっちですね。101系が中央総武の観光線。で、105系が仙石線。で、中央線の快速電車。で、京浜東北線と山手線。で、メルヘン側の武蔵野線と、1500番台が東北本線ほか。で、こちらが、1000番台ですね。で、雲湯に143と、雲屋143の50型。まぁ、ちょっとこれだけ遊んないですけど。で、確かシークレットがあれだっけ、確か山手線の玉戸だったんですよね。前回は。まあだから山手線としては今回番号が5番なの、じゃあ山手線の玉戸がの、これってことは、一般車が山手線か。ちょっとその辺俺覚えてないんですけど。多分画像で検索したら出てくるのかな。まあ一応これ結構もう1年前の発売なんで、ヤフオクとかでも多分それなりに出てると思うんですけど。どうなんだろうな。どうなんですかね。まあ一応、そうっすね、どうなのかな。うわ、これ結構状態悪。結構ひでえな。そうですね、やっぱりシークレットがたまんじゃない山手線みたいなんで、前回が5番だとすると、今回の5番が、今回の5番こちらですね。中央総武線か。総武線って、
別になんもなくねえか。まあ一応前回がね5番手だけだって、今回も多分5番ではないと思いますけど、どうなんですかね。まあ一応確かに本当に前回とバリエーションがちょっと、まあ色が変えたぐらいか。まあ京王線だったり、まあ京王線もね、なんだっけな、基本増結でずいぶん昔に出てますんでね。まあ俺としては、そうですね、まあ川越線はちょっと部品集めの欲しいかな。まあ鉄コレの結構分散クーラーとか結構俺南北線のやつ持ってるんで分かるんで結構好きなんですよね。だからもう鉄コレで電装化できるかな、できなくはないな。無理やりモーター積んでライト化してるんで、多分川越線の先頭車両ごときだったら多分いけると思いたい。そうですね、まあでも個人的に今回俺が独断で、まあ偏見で、そうですね、シークレット予想するとしたら、そうですね、京王線か。まあ、そうですね。出るとしたら、そうか、京王線の試作車か。クハ201の、なんだっけ、900番台みたいな。確か、末期は京王線に行ってるはずなんで、あの車両。だ多分、出るとしたら、京王線か、そうですね、横浜線の玉戸か。多分、その辺になるんだよな。ちなみに、スカートは、今回つかないのかな、まあ、前回は全部ついてなかったんで。ちょっと見てみましょうかね、ここ。企業情報で。あれ出てねえ。どこだ？そうっすね。出てないっすね、今のところ。これかな？あ、これか、1月21日。あ、結構試作品もできてんだね。案の定、そうっすね。205系全車スカートなしっすね。なんだろうな。まあ一応、高崎線か。高崎職に、立つの。で、川越、京葉、総武、横浜。で、常磐、秋田に、東北本線に、小海線か。なんだろうな、一個だけクレーンをつけるとしてさ、205系の JR 仕様にスカートねえの不気味なんだけど。まあ確かに一時期多分スカート仕様ないやつでもあったと思うんですけど、どうなんだろうね。いつからついたんだろう。ちょっとその辺俺もちょっと詳しくしないといけないですけど。まあでもあれだな、ほんと、鉄コレ、まあトミックスが205系製品化するって発表してから、まあ今回205系が追加で2本で、合計が一応、玉戸に景品にメルヘンは鉄コレで過去に出てから飛ばしといて、まあ全部で5本か。まあ悪くないっすね。さあ今回のシークレットが何か。そうですね。まあ一応前回編みたいに、まあちょっと山手線切って玉戸にする、玉戸から一般車にするって考えると、まあ横浜線を玉戸にするのが一番濃厚か。はたまた京王線をスカート取って試作車にするか。多分そのあたりだとは思うんですけどね。まああくまでもこれ俺の予想なんでね。まあ申し訳ないですけど。どうなんだろう。ちょっとそれは俺も気になるな。まあおそらく、来週の火曜日か。まあ朝10時からの発売なんで、川崎は外のところに、キオスクあるし、反対側にもあるんだよな。確か川崎駅のところって今キオスク2店舗あるんで、あれかな、確か東口のところにもあったっけな。あれキオスクだっけな。確かに東口の、なんだっけな。餃子の王将の隣かな、アトレの建物の餃子の王将の隣かなんかの、確か、スーパーじゃない、コンビニ店舗入ってるんですよ。あれがキオスクだったかどうか覚えてねえんだけど。ただまあ、あれか、川崎駅の西口の、バスロータリーか。普通に西口北じゃなくて、西口のところ登ったところに、確かエスカレーター登って右行けばすぐにキオスクあるし。で、なんで、川崎駅が新しくなった方の改札口、そっちの方でも確かキオスク1店舗あるんだよな。だ最悪川崎で 2店舗確保できるから。火曜の朝10時か。多分俺朝10時寝てんな。昨日も結局昼寝しちゃって。起きたの何時だっけな。起きたの2時半かな。だから結局昨日も N ゲージ走らせれるジムだったんでね。まあ今日も多分このまま昼寝しちゃいますと思いますけど。まあ一応そんな感じですね。まあちなみに税込みで1222円。まあだから税込みで1100円ってところかな、多分。どうなんだろう、ちょっとわかんないけど。いくらだ、ちょっと待って。うわ、この波数計算するの苦手なんだよな。バカだから計算するのちょっと苦手なんですよね。あ、やべえ、ストップ系やり忘れた。ストップ系だけちょっとやりながらいいか。1422。電卓どれだ、これか。1222割る1.1。
まあ、そうですね、税込みで1110円か。で、端数がオラーってなってるんで。まあ、鉄コレ1両1110円か。まあ、基本増、まあ、大体鉄コレ1両1500円ベースなんで、それで定価、まあ、定価1500円ベースって考えるとそうですね、悪くはないですね。ただ難点としてはこれそうなんですよね。クハしかないから、モハとか全くないんですよね。まあ、キハとかさ、クモヤ当てれたらいいかもしんないけど、他当てたらただのゴミだからないしの。どうなんだろうね。結構これ全開品売れたんですかね。まあ、しかも一応鉄コレ、まあ、2005年から販売し、2020年15周年か。で、累計1000万両以上。で、あれだけ確か前回なんか、なんかの、なんだっけな、覚えてないけど、なんかすっげえ倍率で、なんか、あの、鉄コレが1両なんだっけ、なんだか忘れたけど、なんか試験者かなんかが当たるっつって、なんか話題になってたんだよね、そういや。すっかり忘れたけど。まあ、どうなんすかね、今回も多分、シークレット目当てに売れるんすかね。まあ、JR 東の本館で平成時代に活躍した車両製品か。平成だとしたらスカートつけようぜ。せめてスカートつけようぜ、そこは。平成でスカートついてなかったのかな。まあ、俺一応平成生まれなんですけど、知らん。覚えてねえや。まあ、そんなところですかね。で、あと案内するのが、そうですね、マイクロ S から出荷案内がね、出ましたね。まあ、これも俺把握してたんですけど、まさかこんな早くとは思わなかったんですよね。まあ、一応、鉄コレの発売日の、2日後に問屋着ってことなんで、まあ、一応そこから多分発売されたのと、そうですね、木曜日なんで多分土日には販売店に並ぶのかな。まあ一応イサブロの新兵再生産で京急の2種類で京王とダルマが2本と。まあ一応こいつらに関してはもともと1月予定で、マイクレスモから案内が出てましたんで、うすうすは分かったんですけど、まあまさか俺正直言うと月末近くに発売されて、てかまあ出荷となるとね、多分俺月またぐと思ってたんですよ、正直言うと。確か前回がそんな感じだったんで、どこだったの前回、確か三流の時、これも一応月末ですか、だっけな。あ、この時だ。結局11月発売ってたやつが、あの、全部翌月の頭に出荷されてたんで、あ、サンリオはちょっと早いなと思ってたんですよ。まあ、おかげで年末に間に合ったんでありがたかったんですけど。ただ今回、運悪く、だるまとこれ重なりましたんでね。まあ、一応ね、だるまとかに関しては、まあ、サンリオの翌月に案内されてて、で、一応サンリオの時にね、京急は被ってた、1500円、2種類はね、被ってたんで、まあ一応遅れたのに合わせて、ちょっとまあ帝国のだるまって感じなんで、ちょっと京急コレクターの方、ちょっと食いましたね。トリプルパンチで。まあ俺はね、今回だるまのみなんで、めっちゃ関係ないですけど。そうですね、まあよかったかな、だるま手に入って。木曜日か。まあ一応これ、まあ金額にすると多分いくらかな。3つ買ったというか3つ予約してるんで、約78か。78の消費税込みで85の2割引きちょいだから。まあ、大体そうですね。税込みで65か66ぐらいか。ちょっと高くなりましたね、マイクレース。まあ、そんな感じですね。まあ、あとはね、トミックスとかから出荷案内とかが出てるんで、それもついでに案内しましょうかね。まあ、どうせ尺的には今多分10分ちょいなんでね。ちなみにスタポケのことすっかりです。本当は6時半のレース行かそうと思ったら、ちょっと今6時36分で喋ってたら忘れちゃったんですよね。まあ動画撮りながらスタボやってる時点で間違ってるんですけど。一応加藤の方からね、1月18日発売予定で、デゴイチの940カモミマーク付き、まあ出るみたいですね。で、トミックス1月20日金曜日発売予定として、211系の3000番台長野色。これ多分あれかな、紙箱のやつか。で、14系の寝台特急出雲、まあ2号3号が、それぞれ。で、N700 系4000、4000番台 N700 系、ちょっとこれ知らないでもしれないですね。で、一応ね、リニューアルされました。EF65 の、501と、まあ、EF65 1000多摩地運転所か。そうか、新もとうとうです。ほんと、機関車も7000番台か。結構すごいですね。で、その他、鉄コラのが繰り下げみたいですね。東武鉄道の800型と850型。まあ、あとそれぞれのパーツが。まあ、一応2月に繰り下げと。で、まあ、鉄道コレクションも同じですね。まあ、105系の体質改善30更新の、まあ、F01 の、あと、宇部線かな、まあ、U10 と。で、まあ、それに合わせるパーツと、長野電鉄の8500系と、あとはバス、これですね。成田国際空港のバスセット A と、岐阜バス清流ライナーかな。で、西東京バス、山陽バスのバス、これ、全国バスコレクション。で、東武が遅れて、で、ホビーセンター加藤から1月25日。スーパー、あ、フレッシュたちか。フレッシュたちの造形セットに動力入れるやつと、まあ、アップデートパーツと。へぇ。へぇ、不思議だけど。
で、あとは、1月出荷予定ですね。来週、21日、火曜日か。火曜日工場出荷予定で、再生産の雲湯に74。まあ、モーターとトレラーですね。で、あとは日付出てねえのか。そうですね。で、ちなみに、スーパーイタチの方のパーツ類発売に関しては、まあ、1月25日土曜日か。まあ、だからこれはですね、ラウンドハウスのやつの発売日と、一緒ってところかな。土曜日に多分落ち合いけば売ってるってことになるのかな。まあ、俺今回フレッチテッチとか買ってないんでね。まあ、考えないですけど、まあ、ちょっと、まあ、久々行ってみたいな。まあ、ちょっと死んでる人のパーソーが買わなきゃいけないのもあるし。結構数を繰り下げ来ましたね。1月期出荷予定としてた、221系リニューアル車。そろそうだよな。今最近結構ほら、YouTube の方が、トミックスとか加藤の商品説明会か。企業なのか何なのかわかんないけど、あれ YouTuber とか一般の人ってむやみに行けるんですかね。行けるならちょっと行ってみたいと思うんですけど、俺も。まあ一応それで YouTuber が結構紹介してたんでね、気づいたんですけど、221系ってまだボディが真っ白だったんですよね。だから、あれおかしいなと思ったら、やっぱりまあ遅延食いましたね。で、その他ちょっと D 点も繰り下げ。で、アルプスの氷河特急のね、まあ再生産系列が軒並み繰り下げと。で、ユーズル関係も全部繰り下げ。結構すごいですね。で、再生産のキーハ81の、モーターが繰り下げで、あとは485系ですね。この辺も軒並み全部繰り下げと。まあ、トレインマークとかも。結構加藤も、ちょっと加藤にしてはちょっと物珍しいぐらいの量の繰り下げなんでね。まあちょっと気になるところであるんですけど。まあ、初犯の事情によりってことなんでね。まあ、なんかね。確か加藤ってなんだっけ、どっかに新しいなんか忘れたけど、作るんですよね、工場みたいなの。ちょっと気になっているんですけどね。そして2月の1に横浜でまたイベントが行われるんですね。2月の1にってことは土日か。そうですね、土日ですね。わー、川崎競馬なーと、金ねー。いつでも金ねー。1月の1にか。これそうなんだよね。俺、1回だけ行ったことあるんですよ。ずいぶん昔、何年前かな。5、6年ぐらい前かな。ちょうどね、ペンギンじゃねえや。山手線のペンギンラッピングが発売されて、まだ4両基本だけが残ってた時期は多分5、6年ぐらい前だと思うんですけど、もうちょっと前かな。俺が YouTube やり始めて、丸2年経って、で3年か。もうちょっと前か、多分6年か7年ぐらい前。1回だけ行った時に、行ったかな？ 1 回だけ。で、その後もさ、なんかほら、こういうイベントで手作りしたんです。だからか、東急の8000系とかがめちゃくちゃプレ、あの、なんだっけ、転売されてたりで。俺も行こうかなと思うんですけど、まあ横浜だから簡単に行けるんですけど、電車1本で。1本？まあ1本か。まあ行こうと思えば電車1本プラスバスか。まあバスだけでも行けるんですけど。そうっすね。3450、多分緑のやつだもんな。まあ、スルーかな。で、一応、ほらがどかすね。コンテナなんで出てたんですね。俺気づいてなかったんですけど。札幌ツーが、全部再生産か。環境を守るコンテナと、何これ。ロギネットジャパンっていう、ロギネットジャパンっていうのかな。で、フットワークじゃん、懐かしい。今、フットワークってなんだっけ？会社潰れたんですかね？俺、知らねえんだけど。なんか、フットワークの赤と白のトラック見ると、なんか、なんだっけ、ロゴのところがなんか、緑のテープで隠れてるんですよね。てっきりあれ、フットワーク潰れたのかなと思ったんですけど。ちょっといいよ、次に調べよう。そして次の7時のレースまで時間あるわ。ここ多分2、3年なんだよな、そのフットワークの会社がなんか変わったの。あ、フットワークが出てきた。フットワーク。トラックと。あ、名前変わったんだ。フットワーク名前が変わったみたいですね。あ、2001年に倒産してたんだ。で、2002年に会社更生法に切り替えて、で、そこからなんかオリックスが出資する子会社になっ、ん？事業を渡して、で、そこからフットワークになったのか。で、2009年に、オーストラリアかな？わかんないけど、トールホールディングスの完全子会社。そうですね。航空機を主催する国際宅急便。まあ、オーストラリアですね。まあ、ここのトールホールディングスの子会社となり、2010年に社名変更か。で、2015年に親会社のトールホールディングスが日本郵便に買収されたことに日本郵政グループ入りしたと。じゃあ8年前なんだ、名前変わったの。フットワークか。昔のピ、あ、なんだっけ、あの、昔のピギーバックスの時って結構フットワークとかのコンテナ多かったんですよね。フットワークとか性能か。多分、
Google でピギーパック輸送だな。ピギーパック輸送わかんねえ。下かみそる名前なんだよな、あれ。ピギーバックだっけ、なんだっけな。多分そんな感じの言い方でね、ピギーバック輸送って検索するとね、多分出てくるんですよ。多分多く出てくるのがフットワークと、フットワークと、多分あれかな、性能かな。あ、ピギーバックなんだ、確か。そうですね。多く出てくるのはやっぱり性能と腹痛とフットワークっすね。あ、トナミもあるじゃん。懐かしい。懐かしいって言っておっさんの終わるとかね。懐かしいね、ピギーバック輸送。俺がガキの頃なんかのその、あれだ、鉄道のビデオで見たことあるんだよ。懐かしいな。本当に。ああ、トミックスから出てたやつはカンガルー便作れたんだ。まあ一応そんなこんなで。まああれか。一応フレート、フットワークか。フットワークだけは欲しいな。これ多分一応2100円なんで、おそらく2個入りの値段になるのかな。ちょっとわかんないんで面白いですけど。まあ多分明確性すればわかると思うんですけど。ちょっと小柄化でアクセスもめんどくさいからいいや。で、あとは試作品で、これはグリーンマックスの出荷前か。1月21日、こっちが火曜日、問屋着、問屋着か。となると発売されるのはそうですね。こちら多分木金あたりか。になると思いますね。キハイ111型、ラッピングか。SL ボンマ立ち構成のラッピング。で、再生産が、まあ、2両セットなりもろもろと。で、それ絡みで、こちらか。近鉄5800系と、1026系。まあ、装飾対応者ということで、まあ、どっかとの直通車か。で、まあ、それに合わせて増結4両も再生産。で、あとは東急の、8500系か。もうほんと東京の1500系もね、もう引退し始めて、残り数少ないのかな。ちょっと一回撮影しに行きたいんですけどね、水の口まで。水の口まで行くのどっちが早いのかな。砂島から自由が丘行って、田園都市線乗り換えるか、川崎行って、東急バス乗って水の口か、どっか行くの。水の口の確か隣の駅に、確かあの川崎から路線バス出てるんですよ。俺一回だけ乗ったことあるんですけど。結構長い時間乗るんで、あれ酔いますよ。俺酔いかけてし、やばかったですかね、一回。まあ、それぐらいかなと思いますね。あとはこの辺も案内したんで関係ないですね。まあ、一応そんなところかなと思いますね。フットワークのコンテナはちょっと欲しいな。今の若い人ってフットワークのコンテナ作るとわかんのかな、あの、赤と白の。フットワークコンテナ。あ、やばい。なんか確かにトラックはね、リボンのマークみたいなのが載ってたんですよ。俺、明けの頃の記憶なんで申し訳ないですけど。フットワーク、コンテナー、コンテナー、あ、出てきた。ちなみにコンテナ番号ってどこだっけ？あったあったあった。U の 46A タイプ。U の、あ、これ3つ入りっすね。製品番号 C の3302。あ、これ3つ入りなんだ。安っ。3つ入りで2100円か。安いね。いいじゃん、いいじゃん。すげえ。あの、フットワークコンテナってやったら、なんかツイッターに廃棄コンテナ紹介っていうのがあったんだ。廃棄コンテナって言い方かわし、かわいそうだな。日本フルハーフ1991年撮影。あ、違う、日本フルハーフ1991年製か。2000、東レクスプレスジャパン北九州支店。へぇー。2016年の2月16日。3年前か。すげえ。なんかすげえな。フットワーク、よく今更フットワークのコンテナ再生産できたな。まあ、ちょっとありがたいっちゃありがたいんですけど。まあ一応、まあ一応ね、トミックスじゃねえ、どこだっけ、どこだっけ、どこだっけ、あ、トミックスだ。トミックスからね、ヤマトのコンテナ出ますんで、まあ多分ヤマトのコンテナ欲しい方はね、もうあれマジでバカ買いして、で、なんかまあ、コキがね、ちょっと余ったりしたら、まあこういう風にフットワークとかね、ほがらかどのコンテナ結構いいんでね。これも多分全部、あれかな、ちょっと待って。多分3つ入りになるのかな。確かね、3つ入りは大体2800円ぐらいですよ。で、2つ入りは2100円だった気がするんで、この曲だと。結構フットワークって安いんですね。ほがらかど。ほがらか、ほがらか、ほがらか、ほい。あれ、違う。あれなんだっけ、おちゃらかか。なんかほんと動画でめっちゃ気が出てて申し訳ないですけどね。ほがらかどで、C の、あ、失敗した。
これね、俺のスマホじゃないんです。すっげえ使いにくいんですよ。これ、親のスマホ借りてるんで。アスタボケ落ちた、最悪。俺ね、スマホぶっ壊してね、とうとう欲しい。1年以内に2回かなんかだからね、これね、修理聞くとね、修理聞かないかもしれないっつってね、俺ね、今、俺、親のスマホ借りてるんですよ。だからね、LINE もね、全部できないんですよ。LINE、Facebook。まあ、Facebook はもう全然使ってないんで関係ないんですけど。LINE とカカオが使えないのか。C の4607。そしてね、こちらも3回ですね、札幌2。UR52、36000型。あ、違う、38000型か。環境を守るエココンテナ。すごいね。これって書いてある。アマゾン。あとが4608か。4608の方が、こちらはあれなの、保冷の下になんかピヨンピヨンってなんか飛んでる絵があるんだね。で、次が4307。電装ってなんだろう、ちょっと知らねえんだけど。ああ、これか。電装仮通ってやつですね。UR51、39500番のタイプ。電装仮通コンテナ。あ、仮通って書いてあったか。こんなやつですね。これ、まあ、ヨドバシのやつなんですけど。これ持ってるの多分1個か2個。まあ、全部今回参考にみたいなんで。そうですね。まあ、大体コンテナ1個1000円くらいだったら安いっすね。そうか、ほがらかどうか、ほがらか。おちゃらか、だからおちゃらか。なんかほがらかどうって言うと、おちゃらかおちゃらかって言うんですよ。まあ、そんな感じで、一応5月から7月なんでね。まあ、半年ぐらい先なんでね。まあ、一応、まあ、まあ、多分発売された時になったら多分俺忘れてて案内しないと思いますけどね。まあ、興味がある方はちょっと見てみてください。ちなみに次のポチイベント、俺、大阪の方かなと思ったら、ナンバみたいですね。あ、エブ落ちちゃった。大阪ナンバか。2月の3連休か。いいな、生きてんの。行きたくはねえけど、大阪だから。わざわざ、なんか、まあ、夜行バスか新幹線使っていくだったら、こっちでも OK かもですからね。まあ、そんな感じっすかね。まあ、あとは多分、独断案内するやつもございませんのでね。まあ、とりあえずはこの動画上げて、もうお昼寝しないようにしながら、多分お昼寝しちゃうと思いますけどね。まあ、のんびりね、過ごしたいかなと思います。一応、今も7時なんでね。そんなところかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。